僕たちの会社は目指す理想の世界像として一人一人のオンリーストーリーを実現するという言語化定義をしています。ここにおけるオンリーストーリーというのはその人にとっての理想の物語人生という意味合いです。例えばある人にとってはめちゃめちゃ働いてお金を稼いで、それが理想かもしれないです。またある人にとってはリモートワークをしながら好きなところで、好きな時間帯に働くというのが理想だったりするかもしれません。それぞれのそういった、感性や価値観というところを尊重するという意味を込めています。例えば、アニメのワンピースでいうとあの船の中にもある人は、世界一の剣豪になりたいという人もいれば、また別の人はオールブルーを探したいという人もいて、いろいろな価値観がその中であるかと思っています。いろんな多様な価値観というのが、解決できるような会社、事業、そして世界を作っていきたいと思っています。